京都精華学園中学校入試問題2019年度理科。はい。では、今日は京都精華学園中学校の2019年度 A の入試問題の理科の7番の問題やっていくよ。では問題読むね。炭酸水、塩酸、水酸化ナトリウムの水溶液、食塩水、砂糖水、酢、アンモニア水のいずれかが入っている7つのビーカーがある。これらの水溶液について次の各問いに答えなさい。1番。7つのビーカーのうち2つのビーカーは見るだけで何の水溶液が入っているのかがわかる。その水溶液は何か、それぞれの水溶液の名前と見てわかる特徴を答えなさい。こういう問題ね。では早速だけど、見てわかる水溶液何かな？一つはすぐわかるね。何かと言ったら炭酸水だ。で、どういう特徴があるかっていうことだけど、まあ、例えば、泡が見られるとかね。まあ、こういうふうに書いたらいいと。で、あと一個。どれかなっていうことだけど、答えは、酢だね。で、酢は他と比べて色が違うよね。で、どんな色してるかって言ったら、まあ、台所にね、酢ってね、あると思うから、まあ、一回見てくれたらいいんだけど、黄色っぽい色かな。黄色っぽい色をしていると。まあ、こういうふうに書くもん。はい。では次いくよ。2番。見るだけでは何の水溶液が入っているかがわからない5つのビーカーのうち、リトマス紙の色の変化で何の水溶液が入っているかを判断できるものがある。その水溶液は何か。水溶液の名前とリトマス紙のどのような色の変化から判断することができるかを答えなさい。じゃあまずだけど、見るだけで何の水溶液かわかるものって言ったら、炭酸水と酢だったよね。じゃあ残りは塩酸、水酸化ナトリウム水溶液、食塩水、砂糖水、アンモニア水、この5つなんだよね。ではね、それぞれ何性かっていうのをちょっと考えていくね。まず塩酸だけど、これは酸って書いてる通り、これはね、酸性になるんだ。で次、水酸化ナトリウム水溶液、これはアルカリ性だ。で、次ね、食塩水は、まあ、教科書通りでは中性かな。で、砂糖水も中性。で、アンモニア水、これはアルカリ性ね。ということで、この中でね、一つだけのものって言ったら、塩酸だよね。だから、答えは塩酸となる。で、リトマス紙を、まあ、どのような色の変化するかっていうことだけど、塩酸は酸性だから、青色リトマス紙を、まあ、赤色に変えると。こういうふうに書こうね。では次ね、3番いくよ。はい。4つのビーカーに入っている水溶液は、見た目やリトマス紙の色の変化だけでは、何の水溶液かを判断することができない。これら4つのビーカーに入っている水溶液を加熱し、蒸発させると何も残らないものが1つある。それは何の水溶液か、また、リトマス紙を使って色の変化を見たときに、この水溶液と同じ色の変化をするものはどの水溶液かということだ。じゃあ、さっきと同じようにまず消していくね。まず、見た目でわかるものが炭酸水と酢だったよね。で、リトマス紙でわかるものが塩酸だったよね。で、残ったのが水酸化ナトリウム水溶液、食塩水、砂糖水、アンモニア水ね。で、これらを加熱して蒸発させるんだけど、まずね、水酸化ナトリウム水溶液。これは水酸化ナトリウムが溶けてるので、加熱するとね、この水酸化ナトリウムが出てくるよね。で、食塩水ももちろん食塩が溶けてるので、食塩の結晶が出てくるよね。で、砂糖水も同じ。砂糖が溶けてるので、もちろんこれも出てきます。で、最後のアンモニア水。これはアンモニアが溶けてるんだけど、アンモニアといえばこれ液体なんだよね。で、液体なので蒸発させると、このアンモニアも蒸発してなくなっちゃうんだよ。だから、これが何も残らない。ということで答えはアンモニア水。で、もう一つ問題あったよね。もう一つの問題は、リトマス紙を使って色の変化を見たときに、この水溶液と同じ色の変化をするものはどの水溶液か。だから、アンモニア水はさっき言ったように、これアルカリ性だよね。で、同じようにアルカリ性のものと言ったら、水酸化ナトリウム水溶液だよね。だから、二つ目の答え。それは、水酸化ナトリウムの水溶液ね。ということで答えは、1つ目の答えがアンモニア水、2つ目の答えが水酸化ナトリウムの水溶液ということになる。じゃあね、今日はね、理科の科学の問題をしたけど、他にもね、たくさん問題を解いているので、チャンネル登録をしてください。では、今日の授業はこれで終わります。